ルモンドはフランスの新聞。氏名はフランス語で世界を意味する。半径はベルリナー版。発行部数は約29万2054部。前身はレタン。ユベール・ブーブ・メリーは1944年12月19日に当時のシャルル・ド・ゴール将軍の助力で創刊した。その報道姿勢は世界的に高く評価されている。 1995年12月19日に電子版の発行を開始した。ルモンドの編集方針は中動作派とよく言われたが、今では恩恵派とするのが一般的。一部の評論家からは、例えばジャック・シラクに対して批判的な傾向があったと言われている。月刊誌のルモンド・ディプロマティークは、ルモンドが51%の経営権を持つ。2004年には、 無料新聞などの台頭などにより、部数が前年比4.2%減の約34万部となり、赤字が約320万ユーロまで拡大。経営不振が深刻になったため、外部資本による増資受け入れを決定した。これにより、フランスのヨーロッパ最大の航空軍事メーカーイーズの大株主、ラガルデールが、増資と株の購入などで15%の株式を 所有、また、スペインのプリザ、イタリアのスタンパなども増資に応じ株式を所有している。2007年には、テレビ局などを保有するボロレグループと共同で、無料紙、マタンプリュスの発行を開始。当時は200名新聞記者を持ち、世界に十数都市に派遣記者が駐在しているという。2010年6月4日付の紙面にて、編集長のエリック・ホットリーノが、 株式の過半数を売却すると発表した。ミトロヒン文書によると、ルモンドは、KGB コードネーム、ペニック、英語で、メッセンジャーの意として、一般大衆に気づかれないように、反米派及び、旧ソビエトに有利な偽情報を、フランスのメディアに広めるための KGB の重要な、情報操作メディアだった。ミトロヒンの持ち出した文書には、二人の著名なルモンド、 ジャーナリストとその情報操作に協力していた飛行者らの名前が掲載されていた。フランスにおけるロシアと積極的政策に関する記事も参照。ありがとうございます。